しょ。お疲れーす。行きました。はい、今日も、ふるさと追いレッスン、はい、今日の見どころは、今日は、飛騨の向き、うんうん、がどういう風にしてるかっていうのが見どころかな、うん、お、じゃあその辺ちょっと注意して、はい、見ていただくと分かりやすいと思います、はいはい、それでは行きましょうか、はいはい、それではオープニングはいいスタート、はい、よいしょ。使用するものは帯、帯板、帯上げ、帯締め、枕、仮紐です。はい、では今回は、仮紐もう一本と、ピンチを用意しておいてください。はい、では今回は、事前事故見なしで巻いていきます。はい、では巻いていきます。柄止まりは左巻きです。まっすぐ三角になるように上へ折り上げます。そして親指を三角に引っ掛けて締めます。ビーターを入れます。親指を三角に引っ掛けて締めます。左下をピンチで留めます。上を少し折って下を内に折り上げます。手先を下ろします。仮紐をします。ここは腰紐で代用しても構いません。今回は、ここにゴムを1本つけてます。では作っていきます。まずは左羽ね。大体肩ぐらいの高さに合わせてもらって三つ山を作ります。で、仮紐を2本とも取って引っ掛けます。その流れでもう一度左に羽を作ります。次はちょっと小さめで羽を作っていきます。でも三つ山で作ります。で、先ほどの一番手前の仮紐にかけていきます。で、余りの垂れでひだを作っていきます。それをグリッとひねるように一番向こうの背中側の仮紐にかけていきます。で、枕をします。で、帯揚げをします。指は丸く置きます。で、手先を広げます。広げてここでこういう感じでひだを作っていきます。目を向こうから出すようにして、ここでこれが登場します。この今
持ってきた手先の部分を押さえるようにして、ここの下を通って仮紐に引っ掛けておきます。で、帯締めを入れていきます。はい、では帯締めをしたので仮紐は外します。で、帯揚げをしていきます。はい、ではあとは帯をきれいきれいしていきます。ここがぼよっとしてたら、ここ、ぼよっとしてて締めたかったら、ここをここのこの延長がどこかなーって探っていって、でその延長のところをぐっと締めていきます。ここ、これ、とここが締まります。で、この中のひだですが、豪華に見えるようにあとは綺麗にバランスよく形をつけていってください。今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ちーたん君、今日のポイントは、今日は、この屏風のひだを作って身をぐるーっと回転させたら綺麗にこう流れる、ね、カーブが描かれたのと、はい、でそれに沿ってこう手先を同じように持ってきた、お、ね、そしたらこうここでこう流れるカーブができたっていう。巻いてるね、うん、はい、素晴らしい、綺麗、綺麗やね、これね。ね。はい。ということで、はい、これもあれやな、うん。オリジナルやから。はい。まだ名前がない。はい。はい、名前つけましょうか。はい。はい、今日は何かな。流れる言ってたからね。うん、流れるように、こうやってひだやったっけ。うん、なんかこう流れてるような感じ。うん、よし。これいきます。はい。命名。流れはい、ということでね、これ流れね、はい、またこれ一つコレクション増えましたね、はい、はい、ということで、皆さんまたこれ参考にしていただきたいと思います。はい、はい、それでは終わりましょうか。はい、はい、それではまた次回お疲れです。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、いいねお願いします。2020年より着付けのセミナーもバンバンやっていきますので、 SNS のフォロー、新着情報のチェックもよろしくお願いいたします。